エレーナ・ベス・ニーナ、エレーナ・ベス・ニーナ、エレナ・ビス・ニーナ、1986年8月1日体は、ロシアの女子プロテニス選手。ゲームクライナのリビュー生まれで、ロシアのソチに在住している。2013年の全仏オープンと2014年の全米オープン、2017年ウィンブルドン選手権、女子ダブルスで、エカテリーナ・マカロアとペアを組んで優勝した。 ダブルスの得意な選手として知られ、これまでに WTA ツアーでシングルス3勝、ダブルス19勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス13位、ダブルス1位。ベスニナがリビューの地に生まれたのはソ連崩壊の5年前にあたる。エレーナは母親の勧めで7歳からテニスを始め、現在はロシア領となったソチのスポーツ専門学校に通った。 2002年に16歳でプロ入り。2005年10月末のカナダケベックシティ大会のダブルスで同じロシアのアナスタシア・ロディオノワと組んでツアー初優勝を果たす。2006年の全豪オープンで4大大,大会本戦にデビューし、いきなりナディア・ペトロワとの4回戦まで勝ち進んだ。この年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのロシア代表選手に選ばれる。 2007年1月、ベスニナは、全豪オープン前哨戦の、オーストラリアホバート大会で、エレーナ・リホフセワと組決勝で、スペインペアのビル・ヒニアル・アノ・パスクアル・アンド・アナベル・メディナ、ガゲス組を破って、ツアー2勝目を挙げた。この年は、ウィンブルドンで、シングルス3回戦進出があり、第1シードのジュスティーヌ・エナンに1から6、3から6で完敗している。2008年3月、 ベスニナとディナラ・サフィナは、インディアンウェルズ・マスターズの女子ダブルスで優勝した。インディアンウェルズの決勝戦で破った相手は、中国ペアのテイ・キヨシオソムラサキ組であった。大規模なトーナメントで、ツアー3勝目を挙げた後、ベスニナは、北京五輪のロシア代表選手に選ばれ、ベラズ・ズボナレワと組んで女子ダブルスに出場した。このペアはベスト8まで勝ち進み、 ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に4から6、0から6で敗退した。2009年1月のニュージーランドオークランド大会で、エレーナ・ベスニナは初めてシングルスの決勝戦に進んだが、同じロシアのエレーナ・デメンチェワに4から6、1から6で敗れて初優勝を逃した。五月のローママスターズで初めて、ビクトリア・アザレンカップペアを組んだベスニナは、このコンビでオープンに出場し、 第12シードから決勝戦に進出した。全仏女子ダブルスに連覇を目指したビルヒにあるあの、パスクアルアナベルメディナガリゲス組に1から6、1から6のストレートで完敗し、ベスニナは全仏女子ダブルス準優勝者になった。この後ウィンブルドンで初の4回戦進出があり、同じロシアのエレーナ・デメンチェバに1から6、3から6で敗退した。 2010年のウィンブルドンではダブルスで、ベラズ・ボナレはと組んで決勝に進出したが、バニア・キングヤロスラはシューエドは組に6から7、2から6で敗退し、2009年全仏に続き、準優勝となった。2011年4月のファミリーサークルカップで、シングルス5度目のツアー決勝に進出したが、キャロライン・ウォーズ・ニア・キニに6、3、6で敗れた。ダブルスでは、サニア・ミルザと組んで、 インディアンウェルズとチャールストンの2勝を挙げた。全仏オープンで2年ぶりの決勝に進出。決勝では、ノーシードのアンドレア・フラバー・チコバルーシー・ハラデツカ組に46、36で敗れ、4大大会3度目の準優勝となった。2013年1月のモーリラ・ホバート国際で7度目のシングルス決勝に進出。モナ・バルテルを63、64で破るベース・ニナは、 シングルスツアー初優勝を果たした。全仏オープンでは、エカテリーナ・マカロアとペアを組んだ女子ダブルスで、サラ・エラニロベルタ・ビンチ組を7から5、6から2で破り優勝し初の4、大大会ダブルスタイトルを獲得した。2014年全米オープンでもマカロアとのダブルスで、決勝に進出した。決勝では、マルチナ・ヒンギスフラビア・ペンネッタ組を2、6、6、3、 6-2で破り4大大会ダブルス2勝目を挙げた。2016年ウィンブルドン選手権では、ノーシードからシングルス自己最高のベスト4に進出した。8月のリオゴリンでは、マカロワとのダブルスで、スイスのティメア・バシンスキーマルチナ・ヒンギスグミ6、4、6-4で破り金メダルを獲得した。 ベスニナは混合ダブルスでも2011年ウィンブルドン選手権と2012年ウィンブルドン選手権、2012年全豪オープンで準優勝、2016年全豪オープンで優勝がある。2018年6月11日付のランキングでマカロアと並んでダブルス1位になった。しかし2018年全仏オープンを最後に妊娠のためツアー出場から遠ざかっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。